味噌の浮気は、秋国高屋保つ、現在の広島県東広島市高屋町に築かれた日本の城。史跡指定名称、平賀市の遺跡の一つとして、頭崎城、白山城と共に県の指定史跡。鎌倉時代末期に、出羽国平賀郡を本領としていた平賀市の一族が、現行に備えて西国に下り、味噌の境城を築いて拠点とした。 南北朝時代に家督相続問題で家内に争いが起きたが、平賀軍を所領としていた総領の平賀忠州が、この高い阿に移り住んで、秋国の有力国人領主として成長していった。室町時代には、秋国の主語となった山名光氏と対立し、欧英十年、万氏は平賀広明がこもる味噌の浮きを包囲して攻撃した。この合戦は、平賀氏が、 他の秋国人衆の支援を受けて3年に及ぶ長期戦となった。この戦いで広明の子、平賀京駅、平賀忠駅、平賀これ元らは打ち死にを遂げたが、最終的には山名光氏を撃退した。時代は降り、戦国時代になると、当主の平賀広志保は、文岐三年に白山城を築いて新たな居城とした。しかし、味噌の浮きは維持されたようで、廃城年は、 慶長五年前後ではないかと推測される。味噌の浮きの規模は東西120メートル、南北170メートルに及ぶ。山城ではあるが、飛行も低く、平山城の形式に近い。防御拠点の機能も重視されていたが、城内には館も併設してあり、鎌倉時代のご家人の巨漢様式を色濃く残している。城郭は飛行の低い丘陵を堀切りで遮断し、 三段の平坦な車と、館の場所を三方から馬蹄状に取り囲む、土類状の車で防御している。平賀市の墓地は、この御園の浮きから北西五百メートルにあり、平賀市の母大寺であった明道寺の後にある。この墓地には、平賀広志保の墓、平賀高宗やその妻の墓と伝えられる、宝鏡院島や五輪島、石仏島等、約四十基が現存している。 昭和44年4月28日、平賀市の墓地は、みその浮き、白山城、頭崎城と共に、平賀市の遺跡の一つとして、県指定史跡となった。ありがとうございます。